花見。花見は、主に桜の花を鑑賞し、春の訪れをことほぐ日本古来の風習である。梅や桃の花でも行われる。桜は、日本全国に広く見られる樹木である。花見で話題になる代表的な品種のソメイヨシノは、クローンであるため、各地で、休眠だ葉がなされてから、各地の春の一時期において、おおむね地域ごとに一斉に咲き競い。 日本人の季節感を形成する重要な春の風物詩となっている。桜は開花から散るまで2週間足らずであり、花吹雪となって散り行くその姿は、人の命の儚さになぞらえられたり、または古来、桜は人を狂わせると言われたりしてきた。一人で花を眺めるだけでなく、多人数で花火弁当や酒を楽しむ宴会を開くことが伝統的である。 花を見ながら飲む花見酒は風流なものではあるが団体などの場合乱チキ騒ぎとなることも珍しくない諸問題の項を参照。恩明道では桜の陰と宴会の日がタイになっていると解釈する花見は訪日観光客の来日目的になったり風習としてアジアや欧米など海外に伝わったりしている北半球と南半球は 季節が逆転ししてているる。ため、地域ごととに年中行事のの花見の時期は異なる日本の花見は、奈良時代の貴族の行事が起源だと言われる。奈良時代には中国から伝来したばかりの梅が干渉され、平安時代に桜に変わってきた。それは歌にも現れており、万葉集には桜を読んだ歌が43種、梅を読んだ歌が110種程度見られる。これが10世紀初期の 古今和歌集では、桜が七十種に大衆目が十八種と逆転している。花が桜の別称として使われ、女性の美貌が桜に例えられるようになるのも、この頃からである。日本語記には、佐賀天皇が八百十二年三月二十八日、公認三年二月十二日に、上泉園にて、花園の節、節を催したとある。時期的に花は、 桜が主役であったと思われ、これが記録に残る花見の書室と考えられている。前年に、佐賀天皇は地主神社の桜を非常に気に入り、以降神社から毎年桜を献上させたといい、当時、桜の花見は貴族の間で急速に広まり、これが日本人の桜好きの原点とみられる。831年、天長8年からは、宮中で、 天皇主催の定例行事として取り入れられた。その様子は、現地物語、花の園にも描かれている。また、作庭記にも、庭には花、桜の木を植えるべしとあり、平安時代において、桜は、庭作りの必需品となり、花見の名所である、京都、東山もこの頃に誕生したと考えられている。鎌倉、室町時代には、貴族の花見の風習が、 牛階級にも広がった。吉田健康は、つれ釣れ草第137段で、身分のある人の花見と、硬い中の人の花見の違いを解いている。わざとらしい風流ぶりや騒がしい祝縁に対して、冷ややかな視線であるが、ともあれ、つれ釣れ草が書かれた鎌倉末期から、室町初期の頃にはすでに地方でも花見の縁が、催されていたことが伺える。食報器には野外に出て、 花見をしたことが、絵画資料から確認される。この時期の大規模な花見は、豊臣秀吉が行った、吉野の花見、1594年、文禄3年や、第五の花見、1598年4月20日、慶長3年315日がある。花見の風習が広く、庶民に広まっていったのは、江戸時代と言われる。桜の品種改良もこの頃盛んに行われた。 江戸で最も長かった花見の名所が、忍ヶ丘で、天海大創場、1536年、天文5年、から1643年、寛永20年によって植えられた上野恩師公園の桜である。しかし、格式の高い寛永寺で、人々が浮かれ騒ぐことは許されていなかったため、1720年、京方5年に、徳川義宗が、浅草、隅田川邸や 飛鳥山に桜を植えさせ、庶民の降落を奨励した。吉宗は、昭類やアれみの霊以降と抱いていた高狩りを復興させた際、高狩りが農民の田畑を荒らすことへの対応策として、高狩りの場に桜の木を植えることで、花見客が農民たちに収入をもたらす方策を取ったとされている。江戸の城下、近郊の花見の名所は、上の寛永寺、飛鳥山。 隅田川津々の他にも、御殿山、品川区、あた山、玉川上水など少なからずあった。この時期の花見を題材にした落語としては、長屋の花見や、頭山、飛鳥山の花見を想定して作られた花見のあだうちなどがある。明治に入ると、桜が植えられていた、江戸の庭園や大名屋敷は次々と取り壊されて桜も焚き木とされ、 江戸時代に改良された多くの品種も、絶滅の危機に瀕した。東京、駒込の植木職人、高木まごえもんはこれを集めて、自宅の庭に移植して84の品種を守り、1886年には、荒川堤の桜並木造成に協力し、1910年には、花見の新名所として定着。78種が植栽された、荒川の桜は、 各地の研究施設に移植されて、品種の保存が行われ、全国へ広がった。1912年には、日米友好の印として、荒川の桜の苗木3000本が、アメリカ合衆国の首都ワシントンを送られ、ポトマック下半に植栽された。桜は品種によって、開花、満開時期が異なる。各地域での桜の開花予想日は、毎年2月から4月にかけて、 各民間気象会社から発表され、同じ日に開花予想された地域を結んだ線は桜前線と呼ばれる。この前線は各地のソメイヨシのクローンの標本機を基準にしているため、気候や地形によっても開花の時期が前後する。気象庁では桜の開花日とは標本機で5から6輪以上の花が開いた状態となった最初の日を指し、満開日とは 標本期で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日を指す。開花から満開までの間は先具合によって5分咲きなどと表現される。このように花見の鉄器は地域によって異なる。年度末の3月が鉄器の地域では卒業式や送別会。年度初めの4月が鉄器の地域では入学式や始業式。 歓迎会などとのイメージと重なり合い、それらを祝う宴会として花見をする場合もある。北海道では4月の5月の開花であるエゾカスミ桜が見られる。秋の紅葉シーズンに寒風会と呼ばれる宴会が実施される習慣がある。花見では食品、種類が多く消費され、宿泊を伴って多数の観光客が訪れる桜の名所もある。このため春には 日本各地で経済効果を期待して桜祭り等の名称でイベントやキャンペーン開かれる。例えば、青森県弘前市は弘前城での桜の満開が関東地方で桜の多くが散った後のゴールデンウィークの重なることが多いため花見目的の旅行先として人気が高い。近年は連休に合わせた弘前桜桜祭りより満開が早まる傾向があり。 桜の木の根元に雪を積み上げて連休に重なる、妖怪化、満開時期を遅らせる調整が試みられたこともある。桜吹雪とは、桜林や桜並木のあるところで風などにより、数多くの花びらが舞い散る様であり、その美しさもめでられる。すべて散った後には、葉桜と呼ばれる状態になる。夜に花見をすることは夜桜、または夜桜見物と呼ばれる。 東京では、上野公園や靖国神社など一部の桜の名所では、夜桜のために、ぼんぼりを設置することがある。東京国立博物館などのように普段は、一般公開されていないが、花見の季節に特別公開されたり、陸儀園などのように幻想的にライトアップし夜間特別公開される。こうした機会は、秋の紅葉でも持たれることが多い。 花見には団子が付き物と言われている。花見団子などともいい、庶民の花見の友として、江戸時代から定番となっており、桜色、薄や貝色、白色、緑色などの色で華やかな色彩をつける。この三色の組み合わせが、一般的で桜色は桜を表して、春の息吹を、白は雪で、冬の名残を、緑はよもぎで夏への予兆を表現している。 花より団子ということわざは、花見団子に由来し、花の干渉という心理的な行為より団子という実質を選ぶ行動を揶揄したもの。天然記念物クラスの枝ぶりが見事な桜や梅、歴史のある桜や梅などの下では、茶席が設けられることが多い。江戸時代から花見には、花見弁当が欠かせないものとしてあり、日本酒も持ち運べる構造の段重ねの重箱などが、 使われた。現在でも日本料理店などが趣向を凝らした花見弁当の注文に応じている。花見シーズンは気温の面で参観視音とも呼ばれる不安定さがあり、比較差も大きい、最低気温と最高気温の差が大きい傾向もある。ため、花見当日の気温に見合った防寒対策をしないと体調をつかのう性がある。また、 予定していた花見の日に風雨に見舞われることもあるし、花見会場での混雑やトラブルを嫌う人も多い。さらに、花見シーズンは、杉花粉の飛散時期とも重なり、杉花粉症患者にとって、野外での花見は、症状悪化をきたす。このように、野外での花見は、様々な困難を乗り越えて実施されるため、それらを回避できる屋内で、疑似的な花見ができるサービスが生まれている。 桜の池花や造花をオーナメントとして飾り付ける店舗はしばしば見られるが、これを有料の宴会パッケージとした飲食のサービスにした場合、エア花火と呼ばれる。なお、従前にはなかった桜のバーチャルリアリティ、VR 画像配信、ウェザーニューズ社などが提供をも、エア花火と称される。花見は人気が高い行事で、主演を伴うことが多いため、 集団心理や酒酔いの影響などでトラブルが起きやすい。夜桜見物を目的に、まだ明るいうちから人通り用に広げられたビニールシートは景観損なう。花見が始まった後も大音量でのカラオケを歌ったり音楽を流したりする。花器の使用、立正弁、酔った勢いで桜の枝を折ったる木を傷つけたりする。通して桜に悪影響を与えると、 他の花見客や近隣住民に対する迷惑行為を行う、集団、団体が増えたり、キロに飲酒運転を行うなど、大きな社会問題となっている。特にコンビニなどの増加により、弁当やペットボトルなどを容易に入手可能になった、反面、花見で出る、ゴミの量が急増。ゴミを放置して帰ったり、キロにところ構わず、捨てたりする、花見客が増え、各地で、 花見客によるゴミ散乱が問題視されている。これらへの対処のため、警察官がパトロールしたり、自治体や観光団体が警備員を雇ったりすることもある。福岡市は天神中央公園で場所取り合戦への対策として予約制を導入したことに加え、2018年には有料制、1区画2時間で500円を施行した。 同じようなゴミ問題対策として、近年では、神奈川県川崎市高津区瀬田の玉川河川地域のバーベキュー問題があり、こちらも有料化や条例制定を行うことで、問題の緩和にある程度成功している。現代日本で桜の8割程度を、染井吉野が占めるようになったのは、明治以降の食事による人為的なものである。中世以前に和歌に読まれた桜の多くは、 山桜であった。江戸時代の花見は、様々な種類の桜が、次々と咲く、群れ桜、群れ桜を楽しんでいた。現在、全国に多数植えられたソメイヨシノは寿命を迎えつつ、あり、病虫が今起きている。このため多くの公園などで桜の植え替えが行われており、これにより、開花時期が大きく異なっている。例えば、三重県の友山公園では、 ソメイヨシノの他に、カサク桜、ヨシノ桜などを交互に植えるなどして桜並木の延命作業を行っている。このため、開花時期の異なる木が混在するなど、わずかながら花見の時期も異なり始めている。日本統治時代がある台湾や韓国でも花見をする習慣がある。沖縄県より南に位置する台湾では1月下旬から4月頃まで、様々な品種の桜が咲き、 特に旧正月明けから陽明山やある山といった名所多数の花見客が押し寄せる。新潟県とほぼ同緯度にある韓国のソウルでは4月初旬頃から桜が咲き始める。観光添いの1600本以上のソメイヨシノの桜並木周辺では栄東保南寺石間春の花祭りが開催され数百万人が訪れるという。中国では 日本人が直接植えたり送ったりした桜がある。大連市両巡区地区、竜王島桜花園、の203高地、武漢市、東高下園、武漢大学などが有名である。個人、企業、各種団体の民間国際交流、あるいは姉妹都市交流を通じて、日本庭園が作られたり、街路樹として桜並木が作られたり、公園内に桜並木が作られたりし、花見及び、 日本文化祭が始まる例も見られる。アメリカ合衆国の首都ワシントン DC のポトマック下半には1912年に東京市から寄贈された桜が植えられており、全米桜祭りが毎年行われている。同祭ではパレードやステージショーも開催され、アメリカ最大の日本文化祭となっている。ニューヨークの園内の桜の遊歩道も第一次世界大戦後に 日本から遅れ、現在は桜祭りが開催されている。アメリカでは他に、ジョージア州、メーコンでは多数の桜が植えられており、世界の桜の都を自称しており、国際桜祭りが開かれる。ハワイ州では大規模な桜並木はなく、ハワイ島ワイメアでワイメア桜伝統祭りが2月初旬に開かれる。フィンランドの首都ヘルシンキノは2007年に、 作られれたばかりだが、がすでに花見と、日本文化祭が開催されている。ブラジルでは日系人移民が桜の食事をする例が見られ特にサンパウロのカルモ公園には約4000本の桜がある南半球にある同市では8月初旬の見頃の時期に合わせて桜祭りが開催さており多くの人々が集まるなお同じ日本文化である七夕祭りの時期でもあるため 七夕の短冊が満開の桜の枝にくくりつけられるという独特の風習も生まれている。ショッピングモールの飾り付けの一つとして花見をモチーフにする場合には日本文化を象徴する様々なアイテムを混ぜ込む例も見られる。イタリアのシチリア島にある世界遺産都市アグリジェントでは同じ桜族の花であるアーモンド花祭りが開かれる。ポルトガルでも 各所でアーモンド花祭り、フェスタ DA、アメンディレアムフロアが開催される。以下は、桜や花見に関連した作品である。その他、桜、曖昧さ回避も参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。